はい、皆さんこんにちは、おさぜん農園のおさむらです。9月に入り、いよいよいちご農家としては、大切な定食を行う月に入りました。まあですね、ちょうど定食に向けていろんな準備をしておりまして、大体9月の中旬から下旬にかけて、全ての棟にいちごを植えていこうと思っております。で、今回はですね、その定食前の、準備の作業ですとか、夏場オフシーズンにしていた作業とかご紹介したいと思います。まずご覧ください。ですね、まあ、以前の動画で熱消毒の風景をご紹介したと思うんですけど、もう9月入りましたので、定食前ということで、もう黒いマルチをもう今日片付けまして、で、乾水、こちら見えますのが、これは乾水チューブと呼ばれる、まあ、水を与えるチューブなんですけども、ちょっとまあ水質の問題もあったりとかして2年に1回、変えてます。で、もうすでに新しいチューブを、貼り終えた状態です。のハウスに関してはいつでも植えれる状態になったということです。では、これから順に今やっている作業の説明とか作業風景いろいろご紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。チューブ貼り初めてやけどもいけてますか？でも割と覚えたら覚えたら簡単ですか？さすが飲み込みが早いということで素晴らしい、優秀なんですね。ありがとうございます。そう、よくありますこのね、あのチューブ、ここのこれもやっぱりしっかり止めないと水あった時にこうスポッと抜けるんですよ。順調ですね。はい、じゃ続きお願いします。はい、梨の圃場にやってきました。今からですね、梨の収穫をしたいと思います。収穫に関してはこの木になってる実を見て熟して味が乗っている梨かなとか、この梨はちょっと早いかなっていうのを色を見ながら判断してます。もう上にもう持ち上げてポロッと取ります。で、こんな軸が残ってるんでこれを切っておくと、よいしょ。これはカラスが来まして、カラスに食べられた梨ですね。もったいない。動物の方が美味しい梨とか熟してるとよく知ってるんで、あの鳥たちもまだ味が乗ってないやつは食べないんですよ。僕今日のおやつにしますなんか今聞こえてます？はい、これは鳥よけのカラス撃退用の BGM です。鳥、あの特にカラスが嫌がる音を鳴らしてるんですよ。家の音出して撃退してるんですけど、それでも来ます、慣れちゃうんで。お守りみたいなもんかな。今から収穫してきた梨を箱に詰めていく作業をしたいと思います。ではやりましょう。見ました。これでうちは贈答用として発送してます。実はおさぜん農園、キッチンカーを初出動いたしました。なかなかね、あのコロナの時期でちょっとやめられた部分もあったんですけども、最初の注意を払いながら出店しております。まあ、本日は旬の駅京都店さんに、お邪魔させていただきまして、お会いさせていただきます。秋行楽シーズンになりましたらイベントとかに出店して、どんどんこの車を走らせていきたいと思いますので、もし見かけましたらぜひお立ち寄りくださいませ。はい、新しいハウスに来ました。実はですね、以前の動画で水質調査をしてますっていう話をさせてもらったと思うんですけども、実は、その結果が出てきまして、驚くべきびっくりする数値だということが判明しました。鉄分含有量がすごく多くて、特に機械とかに鉄分が付着すると機械の故障とかも招きますし、ちょっとこれはあの非常にまずいなということになりまして、ご覧ください。実は、当園もう一回井戸を掘り直しております。
で実はですね、前までは約 20m 井戸を掘ったんですけども、それでちょっと水の水質が良くないということで、もう一度掘るときは 50m の深さまで井戸を掘っております。ちょっと急遽お願いして、定食の時には綺麗な水で水を与えれるようにやっていけたらなというふうに思っております。いい水が出ることを祈ってます。やっぱりね、いちご栽培してるとこういった、トラブルとか、いろんな苦労が、あるんですけども、やっぱりそういった苦労とかを重ねていくことによって、いちごができた時の、喜びはひとしおですし、おいしいいちごもできていくのかなというふうに思ってます。ですから12月にいちごができた時は、こういった苦労を思い出しながら、味わいたいなと思っております。この辺にね、鉄分すっごい溜まってるんですよ。それをもう抜きたいなと思って、はい、56個あると思いますお願いします、はい、次このここ行き、4列行きます。えぐいな、うわ、次はですね、たまりにたまった書類を整理したいと思います。いろいろね、整理してる懐かしい書類もいろいろ懐かしい、ああ懐かしい、これほんまに懐かしいな。2011年12月7日初めて京都新聞に載った、これすっごい懐かしいわ。これ持って帰ろういいの出てきましたね。5、6年前かな、やりたいことリストっていうのをね、こうみんなで書いてね、やってましたね。あ、そうそう、この時まで言ってなかったもんね。3年から5年後加工場を作ろうとか、医療販売する加工場はもう5年、3、4年前に作りましたし、医療販売もね、今まさに昨年から手がけてますし、こうやりたいことってこうリストアップして、思いをこう持てばいつか必ず実現するんですね。はい、いかがだったでしょうか。8月9月は定食に向けて準備とか、なかなかできなかったこと、細かい仕事を少しずつやりながら定食を迎え、12月にいちごがなりますという流れで、またいろんなトラブルもあったりと、悪戦苦闘しながら、毎日頑張っております。では、まだまだ片付け残っておりますので、今日はこれで終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。よいしょ